ご視聴ありがとうございます。アゲルの件カブトムシ坊主です。はい、今日はですね、久しぶりにサンナセットの動画今日もいきます。でね、何の動画かと言いますと、ウガンデンシスオーツのカナブンっていうね、カナブンがいるんですけど、これですね、これちょっとメスなんですけど、ゼリーに突っ込んでちょっとベチャベチャなんです。はい、この子ですね、この可愛いカナブンのね、産卵セット組んでいきます。でね、カナブンの飼育自体初めてで、産卵セットもちろん初めて組みます。で、組み方ちょっと聞いたらね、カブトムシと一緒っていうことでしたので、今からカブトムシと一緒の産卵セット組んでいきます。で、まず大きめのこれですね、コバエシャッターで、こちらの産卵マット使います。結構いいですね、細かいですね。で、こちらの産卵マット使うの自分も実は初めてなんですよね。で、カブトムシ用の産卵マットですね。で、まずはだいたいこのぐらい入れて詰めていきます。で、水分はもうなんか大丈夫そうなんで、そのままいきましょうね。で、もしこれでダメでしたら、ちょっと今度は水分多めに入れて組んでみます。また行っていきます。はい、このぐらい入れて、今度はさっきよりもさっきはちょっと強く詰めたんですけど、今度は柔らかくね、ふわふわ詰めます。なんか酸素を作るみたいな感じですかね。下はガチガチで、真ん中はちょいガチで、最後はね、本当にふわっと詰めてあげます。ちょっと地球をね、地球を意識して作るんですよ。やっぱ地球の、ね、大地もね、一番下は硬くてね、真ん中はちょっと硬くて、上の方がね、ふわっとしてると思うんですよ。あの、その辺をね、意識してやります。だからもう最後はもうこんな感じでね、もうふわっと終わりです。ふわっとした感じで、はい、もうこれで OK です。で、ここにカナブンのメスを投入。で、産卵中はちょっと見れないので様子を、1週間ぐらいね、ちょっと頑張ってもらいますので、ゼリー多めに入れておきます。で、角っことかでね、転倒してひっくり返っちゃうことが多いので、角っこの方にね、ゼリーこうやって置いてあげます。で、あとは念のために、転んでも大丈夫なように、
こちらのねハスクチップを、ハスクチップじゃない、針葉樹のちょっと粗めのやつをねこう引いてあげて、まあ、100均に売ってるなんか網網みたいなやつでも全然いいですね。てかむしろそっちの方がいいですね。これ入れちゃうとね取り出すのが大変なんですよね。またマット再利用しますので、これを一個一個取るのが大変なんでね、100均の黒いやつがおすすめです。はい、でこれで頑張ってもらいます。でちょっと上の方がね乾燥しやすいので、ちょっと最初からね湿らしておきます。はい、以上です。では、頑張って産んでくださいね。成功しますように。はい、簡単ですね。こんな感じで、できました。ということですね、今回の動画は産卵セット組みましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。